もち抜こう。もちもちセクシーちゃいちゃんの分身の術。もちもちカツコロコロ、でも仕事は確実ファイ。セクシーなボディでみんなの心に忍び込むよね。チチンのブイブイでみんなのチャイチャー。そういうことなの。もちもちコロコロ、もちもち。パッドチャイデリア、パッドチャイデリア、大好きなドレスだから脱ぎたくはない。いつまでもこのドレスで過ごしていたい。パッドチャイデリア、ねこねこねこバンバン。あったかいよね。ああ、ほんとここ真っ暗だけどさ、あったかマンボウなんだよな。この隠れ家的なところを見つけたのはチャイが先なの。先なんてどっちでもいいじゃん。寒い季節になるとさ、ここでネンモンがよく現れるんだよ。もうチャイちゃん早。よし、狩りも寝ることとしよう。ちょっと何、寝てたのに。もうケンタロウの夢見てたのに。プー、最悪だよね。プー、また寝よう。チャイもおけんけんの続きを見るとするか。くるくるうんとんぴー。まぶしい。タフさん、びっくりさせないでよ。あ、カリンちゃん、ここ。車のボンネットの中。スタッフさんありがとうだよ。スタッフさんありがとう。でもケンタロウの夢は返してね。寒い季節は車のボンネットをバンバン叩こう。そしてボンネットの中も確認しましょう。ねこねこねこバンバン。おい、ずっと見てるね。君はさ、カリのこと好きなんだよ。ほんとかよ、恥ずかしいだろ。愛してるんだよ。おお、ジュマペールチュパタン、ナガツボンハンズボン、アザブジュバン、エビだもん。スタッフさん、もう仕方ないな。スタッフさん、はい、これ着て。もうそうやって何も着ないで寝たら風邪ひくよ。この時期の風物詩。まず自分が先に起き上がったら姿勢をこうやって正すの。そしてかいた汗をメロン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 、愛を感じながらメロン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 、そういう感じ。そして相手の顔を見つめた後に毛布の香りをスンスン。そして最後に使った毛布を振ってからお胸の前でギュッと握りしめる。そしてまたねと言ってさっと帰るの。よし寝よう。よし、一回転してお尻の位置を定めて、場所を確保、揺らしてから人に迷惑かからないように沈める。カリンちゃん迷惑かかってるよね。ごめん。まあ大丈夫だけど。チャイちゃん、そっち向いてほしい。それも大丈夫。ドゥンドゥンドゥン。
つかない。ああ、必ずここにあるはず。黄金の匂いがここからするの。おすんすん、おすんすん、おすんすん、間違いない、ここにお宝があるはず。ああ、もう仕方ない。カーリン・トレジャーハンター、お願いし、デブジャーハンター、セクシー・トレジャーハンター。おう、なかなかの洞窟だ。よし、行こう。狩りの行くところには必ずお宝がある。続く。狩りの行くところには必ずお宝がある。カリちゃん頑張って。こういういかにもない入り口にはないんだよ。今までの経験上、横からだ。おお、まだ一度も見つけたことないのに。すみません、お宝ありますか。もうカリちゃん、呼んで答えるわけないよね。あの、お宝ないですかね。もう仕方ない、期待を持たせてあげよう。あります。おお、嘘だろ、今ありますって言ったよ。あ、信じちゃった。よし、ここから入るとしよう。ジャイちゃん、お宝持って帰ってきてあげるからね。ああ、カリンちゃん、楽しみにしてる。よし、あとはこの洞窟に入ってお宝をゲットするだけだ。続く。気になる、気になる、肉球の割れ目、肉球の割れ目。よし、あとはこの洞窟に入ってお宝をゲットするだけだ。チャイちゃん、カリお宝ゲットするまで帰らないよ。やばい、チャイのせいですごい意気込み。カリちゃん、楽しみにしてるよね。おう、お宝の匂いがプンプン、あ、プンプンするよ。あれ、なんか嫌な予感。お宝ちゃん、カリが迎えに行くよ。なんだったかな。こっちじゃない、こっちだ。カリの収穫がこっちを指してるよ。この洞窟見たことあるような気がする。よし、ここを掘ればお宝がありそうだ。あー、カリンちゃん。続く。美しや障子の穴の天の川。はい、この度は当旅館をご利用いただき誠にありがとうございます。おかみのチャイです。当旅館はお部屋の襖を開けるとすぐにあるこの足湯が特徴的でございます。お客様どうされましたか。え、足湯の中に何かいる。ああ、お客様それは大丈夫。うん、ドクターフィッシュでございます。ネコロジー。1 2 3 4 5 6 7 8 9。もう疲れた、チャイ出すぎだね。プーネコロジー。よし、ここを掘ればお宝がありそうだ。あー、カリンちゃん、先週そこチャイお宝ゲットしたとこだった。だからそこにはもうないの。だからここか、ここか。これはまずい、洞窟の奥に行って聞こえてないよね。おう、またこっちに新しい道がある。ああ、そこチャイが遊びで掘った道だ。カリンちゃんごめん。目の前に新しい道があれば行くまでだ。それが彼の流儀だよ。新しい道には興味がある。バイカリン。いただきます。まだ食べるの。よし、こいこいこい。カリンちゃん、そんなに食べたら太るよね。よし、こいこい。よし、こい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 。あ、なかったよ。よし、ここにはいっぱいあるな。こい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 。あと1個食べよ。かい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 。おう、嘘だろ。おうちゃいおうちゃい、おうちゃいおうちゃい、おうちゃいおうちゃい、カードの中のおうちゃいは、リ
ほらスタッフさん、防音室の中に隠れてないで出ておいで。いないな。トイレかな。ルンコ中だったらな。でもいいや、行こう。お腹空いたよ。さすがに声かけるのは悪いからさ、匂いで確認だ。おすんすん、おすんすんすん。おう。死ぬとこだったよ。目の前に新しい道があれば行くまでだ。それが彼の流儀だよ。ああまずい。チャイが期待をさせてしまったこととカリンちゃんの謎の流儀が相まって最悪の展開になってきたよね。よしこっちだ。みんなこっちだ。一人じゃん。くそ、仲間は全滅か。いや一人だからね。お、何これは。続く。グッグワウ人差し指と親指でにぎにぎしたい、にぎにぎしたい、にぎにぎたい、にぎにぎたい、思いのまま炎に身を任せにぎにぎたい、にぎにぎたい、優しくのの字を書くようににぎにぎしたい、にぎ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 に。あのちょっと聞いてほしいんですけども。どうしましたか。僕この間 UFJ に行った時にね、うん、UFJ、うん、あのちょっと恥ずかしい経験をしたんですよ。 UFJ で恥ずかしい経験した。そう。何？あのその日からね、うん、ハロウィンナイトってイベントが始まってたの僕が知らなくてUFJ で、あのゾンビが出てきた時に一人だけほんまにパニックになっちゃったんですよ。ちょっと間違えてるわな。行ったことある人分かると思うんですけど、あれ夕方急に始まるんですよね。ちょっといい、うん、カレンちゃん UFJ でゾンビ出てきたの？そらパニックになるやろうけど。USJ、 そうやな、うん、ユニバーサルスタジオジャパンでそのテーマパークのハロウィンナイトってイベントでゾンビが出てきた。 それやったらわかるんですよ。 UFJ は銀行やもんな。銀行やねん。そりゃびっくりしますよね。夕方銀行に行って ATM にゾンビ並んでんねんから、うん、だから今ちょっと USJ と UFJ を
言い間違えちゃったんやな。そうそうそう、チャイじゃないチャイじゃない、ちょい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 、ちょっとちょっとちょっとちょい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 、よいしょだよ。なんて素晴らしい穴ぼこだ。匂いのチェックだ。スン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 。よし、外壁は合格。あとはこの中央部分。おスンスン。おお。メロン、これはなんて表現したらいいのだ。生きているって感じがしたよ。よし、彼はここを占拠する。よいしょだよ。よいしょだよ。いやでてる。うん。メロン、悪くない。セクシーター動いたよ。おいセクシーター、デブすぎてごめんだよ。ねえねえ、悪いんだよ。うわー、ねえねえねえ、アクション、悪くない、ごめん、ニコニコのカットリング、ニコニコのカットリング、よさみ、つきあう、ごせん、わー、左で間合いを取る、でおりゃー、下田さんカウント、回転回避、カリンロケットダーイ、振り向けた、また逃げられ、なにそう、ライスをお盛りください。ダブルセクシー毒針攻撃、マシマシ、チャイ怒ってるんだよね、ブー、スタッフさん午前中に来るんだよね、お、来た、こうやって警戒心が取れてきましたらですね、もう口の中に入れてしまうんですね、あ、動いています、ご内科隊長は無事です、お洋服ではないのではというご意見がありまして、ただの脂肪、ブー、もっとゴー、スピン、チピン、ピン、言われてた通りだ、金縛りだ、 This train is stand for やや、ぜ病気かな、ないない、チャイの大事なお洋服どこに行っちゃったんだよね、 USJ、 そうや、ユニバーサルスタジオジャパン、そうそう、テーマムーンセクシーパワー、メイアー、パイ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 、いいね、お忘れですよ、チャンネル登録をしておくと、なんと彼たちの動画を見つけやすくなるよ、そしてベルマークを押しておくと、チャイたちの動画アップされたら、なんとお知らせが来るよね、あなたにおすすめの動画、キリケイシポートのビデオ、チャイちゃん、うん、せっかく7月の連休なのにコロナの問題でどこにも行けないね、チャイね、屋上でバーベキューする予定だったの、あ、そうだったんだ、ちなみにチャイちゃん、そのバーベキューって素材としていくな、ぶっ飛ばすよね。